今夜決定星野源アワード2016パート3私星野源が昨年2016年に素晴らしいと思ったものを表彰していく今夜決定星野源アワード2016先ほどは野二章を発表しましたけれども <laughs> 続いてねこれ、これが一番あの勝手にやってるかが一番出てるやつですね 星の現象。生えある星の現象ですよ。勝手に、勝手にあげますから、しょう。これね、僕2016年、ま、いろいろありましたけども、あのー、一番こう、グッときた人に、ちょっとあげたいなと思っております。ええー、まあ、あの表、えー、表だって言うと、ええ、表だってというかあの、あらかじめちょっと言わしていただくと、 あの、もしかしたらとってもニッチかもしれないです。で、あと、この番組で多分名前出したことないです。はい。えー、なんであの、勝手にですね、もう毎年、一人、賞をあげたいと思います。<laughs> よしじゃあ発表しよう。星野現象の発表です。星野源アワード2016、星野現象は、アメリカ人、トドリックホールさんでーす 多分、多分アメリカ人 <laughs> あの。知らないって人の方が多いとは思うんですが、あの、アメリカの歌手であり、俳優であり、YouTuber のですね、えー、トドリックホールさんっていう人がいまして、僕あの YouTube、まあ、好きで、普段かまあよく見ますけれども、いろんな音楽をね、そこでこう新しい人を知ったり、 あとはもうこう昔の人のまあライブ映像とかもう今みんなもう公式であげてるじゃないですかあのオフィシャルでオフィシャルでもうあの昔のライブとかいっぱい見れるので勉強になるしすごく楽しいのいつも見てるんですけどその予測編予測変換とかいうかでおすすめかおすすめの欄からの出会いっていうのは結構あるわけですであの最近ね例えばなんだえー、アルバムを買わなく買わないというかアルバムという なんていうの作品性みたいなのがちょっと薄れてると。配信で買うことが、まあ、増えてきてとか、そういう人も増えてきて、え、アルバム全部で買う人って、単、単曲で買う人も多くて、なるべくその、僕がちっちゃい頃とかはこう、アルバムで買ったり、え、シングルで買ったり、え、もしくはレンタルとかでしないと、あの、聞けなくて、あの、そういうふにやっぱりカップリングとか、あとはもうアルバム曲とか、で、そっからその、 いろんな音楽を知れたりとかするわけじゃないですか。そういう偶然の出会いみたいなのがよくあったわけです。で、最近それはなくなってきたねなんていう話も聞きますが、えー、そういう YouTube でおすすめってとこでこう全然知らない動画があって、なんとなくクリックして、そこからなんかすごく素敵なものに出会ったりするっていう、そういう偶然性は新しい偶然性がどんどん生まれてるなとは思います。 それこそアップルミュージックとかね。そういうのもおすすめとかで、どん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 いろんな音楽と繋がっていったりする。それはとてもいいことだなと、個人的に思ってるんですけど、そのおすすめのところに出てきた、あの、トドリック・ホールさんって人の動画なんですけど、この人あの、えっと、まあ、役者もやってて、えー、歌もすっごい上手い、あの方なんですけど、あのー、なんだあの、ミュージカルとかもやられてるんですけど、あの、ご自身で動画を上げてて、で、僕が見た動画がね、 たまたま、もう本当に、すごく大好きな動画になりまして、えー、それが、あの、マクドナルドの、あの、ドライブスルーで、歌って注文するっていう動画なんですよ。で、歌を歌って、その歌の歌詞が、あの、バーガーとか、えー、そのバーガーの名前で,で、すごくあの、コーラスの人も、あの、後部座席に車で乗ってて、あの、本当ミュージカルみたいなんですよ。で、それも、あの、本当に、 ホームビデオ的なカメラで撮ってて、すごくゲリラ的にやるわけです。あの、スタッフさんを用意してとかじゃなくて、本当にあの、フラッシュをブかのごとく、あの、突然やるんですけど、で、あの、その歌が超かっこよくて、で、オリジナルで作ってるわけですけど、その人が。で、あの、歌って注文して、説明もなしにいきなり歌い始めるんです。ご注文はって言ったらもういきなり歌い始めて、えー、それで歌が終わって、 そしたらあの、その販売員の人がご注文を繰り返しますっていう、ちゃんと言えるっていう動画があって、それがすごくなんか見ててね、ハッピーな気持ちになるんですよ。で、その人が他にあげてるのがいっぱいあって、そのシリーズが。あの、スターバックスで歌って注文するっていう、普通にお客さんとして入って。それはあの、ペンタトニックスっていう、あの、アカペラで全部やる人たちじゃないですか。その人たちと一緒に行って、ものすごいハーモニーとともに、あの、注文するんですよ、コーヒーを。 で、いっぱい注文するのいっぱい人数いるから。で、も販売員の人がめちゃくちゃテンパってて、ああ、えっ、ー、と、えっと、ってなってて、あの、レジを入れたりするんですけど、その歌が超かっこよくて、で、あの、みんな、お客さんいるところでやるから、みんなこう iPhone で撮ったりとか、みんなもう終わった時わーって拍手とかしたりとかしてて、なんて楽しそうなんだと思って。なんか見ててこう、ちょっと泣きそうになるっていうか、 僕そのミュージカルがすごい好きなんですけど、日本でミュージカルやるとすごい難しくて、国民性がなかなかやっぱ慣れてないから、いきなり歌い出すっていうのが抵抗を示す人が多くて、やっぱフラッシュボーグも根付かないじゃないですか。あの、日本だと。で、でも、あの、外国人がやってるのを見るのはすごく好きで、あの、ミュージカルも好きだし。で、日本でミュージカルやるのすごく難しいなって思ってるから、あのなかなかできないんですけど、あの、いつかやりたいなと思ってて、 で、そんな中でそういう動画を見ると、なんかすごく素敵だなと。なんか楽しくなるんですよ。ハッピーな気持ちになる。で、あと、ピザを注文して、ピザの配達員の方が来た瞬間に歌い始め、ドア開けて歌い始めて、で、えー、なになになにって、ピザの人がなってるたら、あの、他の、あの、歌う人が20人とか30人わーって出てきて、いきなりもう歌が始まるみたいな。で、あの、その人を連れ出していろんなところにこう連れていくみたいな。 で、最後、ピザだけ受け取って、みたいな。なんかその、お金払ってください、みたいな、なんかそういうくだりがあるんですけど、そういうの急にやるみたいな、なんかそれを、なんかみんな楽しんでる感じがして、で、あの、たまたまそれを見かけた人もすごく幸せな気持ちになって、楽しい気持ちになるっていう。なんかこう、なんかちょっと落ち込んだ時とか、あのー、音楽、音楽っていうものが、こう自分の中でね、すごく大好きで、 え、昔から音楽すごく好きで、えー、こう、ありがたいことに仕事になってね。で、仕事になっていく間で、やっぱこう、なんて言えばいいんだろう。せち辛いこともやっぱあるわけじゃないですか。まあ仕事だから当然。で、その中で音楽ってものの楽しさとか、えー、面白さとか気持ちよさとか、俺は何が好きでこの仕事をやってるんだろうっていうのを忘れそうになった時に、その動画を見ると、あ、これこれって俺こういうの大好きなんだよっていう、 やっぱ楽しいとか嬉しくなるとか、なんかちょっと泣きそうになるとか、なんかやっぱこう生きてるって感じがするっていう、歌、人が急に歌い出すと生きてるって感じがする、人が急に踊り出すとなんか生きてるって感じがするっていう、なんか生命がほとばしってる感じがするっていう、なんかそれを思い出させてくれるすごく素敵な動画なんです。で、トドリックホールっていう人、えー、自分でもアルバムとか出してて、本当にいろんな、 まあ、パロディとかカバーとかもしてて、えー、YouTube にもいっぱいあるし、えー、iTunes にも曲がもうあるんですけど、その中で、えー、この人はオジ、オリジナルの楽曲があって、えー、この曲すごく大好きなんで、えー、この曲のミュージックビデオもあるんですけど、えー、これをぜひ、えー、かけたいと思います。トトリックホールで、カラー。えー、この曲ですね、あの、僕、全然英語がわからないので、ちょっと、 もし英語が詳しい方いたらですね、あの、和訳してくれ、してる人、してくれる人いないですかね。あの、ネットで調べたんですけど、あの、この曲の英語の歌詞は、載ってるところはあったんですけど、えー、和訳のとこなくて。で、あの、なんとなくこう、つたない、こう、知識でこう、なんとなく歌詞を見たときに、多分こういう歌詞だろうなっていうのが、この曲ね、カラーって曲なんだけど、えー、このトドリックホールさんはゲイの人なんですけど、えー、デュエットなんですよ。 で、この曲デュエットで、あの、その二人の、こう、恋の歌というか、えー、ラブソングなんですけど、あの、恋をすると、あの、白黒だった世界が色づいてカラーになって、恋をすれば、えー、人種の肌の色が消えていくっていう歌なんですよ。で、すごい良い曲なんですよ。で、すごい大好きで、えー、なので、あの、もし、 詳しい歌詞を、えー、書ける人がいましたら、ちょっと、もしよかったらメールをいただけないでしょうか。ね。えー、この曲本当に大好きで、2016年、えー、あの、なんかベスト、なんだレコメンドみたいなのあるじゃないですか。には入れてないんですけど、一番好きな曲かもしれないです。聴、えー、いていただいたのは、トゾリックホールで、カラーでした、えー。そんなわけで、星の源アワード2016、勝手に、勝手にあげちゃうけど、 海外だから特に何をあげるわけでもない。<laughs> あの、<laughs> 文言だけ残すというね。あの、トロフィーは何にもないです。えー、星の検証は、トドリックホールさんでした。おめでとうございまーす。<laughs> この後は弾き語り。